はい、皆さんこんにちは。今日は木下君に来てもらってます、はい、最近やってなかったんですけどね、ヤフー知恵袋を勝手に答えちゃおうっていうコーナーなんですけど、初めてじゃないですか。あ、俺が一人でやってた時やったの。あ、そうなんですか。木下さんにやってもらって初なんですけど、まあうちのサイトでね、よく売れてるドカジャンについてちょっと検索してみまして、でそれにちょっと答えてもらおうと思います、はい、ワークマンにドカジャン買いに行ったら、そもそも店に展示が数点しかなく、サイズが合わず買いませんでした。改めて店内くまなく見ましたが、ワークマンの基礎であるワークウェアにおざなりにして、ワークウェアをおざなりに しすぎてませんか。大丈夫かワークマンって人いませんか。そんな人はどこでゴリゴリのワークウェアを買うんでしょうか、ということなんですけど、どうしますか。まあ、ゴリゴリのワークウェアなら、はい、ヤギ繊維の通販サイトアルベロットで買ってください。そうですね、いっぱいあります。まあお店がいい店舗で買うって、ワークマンって結局もうあれなんでしょうね、アウトドアショップみたいな感じになっちゃってるんで、ワークウェアって結構展示が少なくなってるみたいなんで、まあ通販、我々の通販サイトで買うか、近くのワークショップで買うか、まあ、あとはあれじゃないですか、ホームセンターとかで買うのはいいんじゃないですかね。はい、まあ現物見たいんだったらもうお店行くしかないですけど、通販でよければ弊社のね通販サイト使ってもらえばいいと思うんですけど、はい、他どうですか、ワークマンについて。まあ、最近この前展示会行ってきたんですけど、やっぱりワークマンに限らず、最近各社そういうゴリゴリのワークウェアっていうより、結構キャンプとかにも使えそうな、普段着でも使えそうなカジュアルな、カジュアルスタイリッシュなワークウェアっていうのが増えてきてるんで、ワークマンもその流れに乗っかってるのか、そもそもワークマンがその流れを作ったのかっていう感じで、業界自体はそんな感じになってるよね。業界自体が、まあ、とはいえゴリゴリのねワークウェアは自重堂さんとかね、いろいろやってますから、ぜひともちょっとうちのサイト覗いてもらえばと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。今日ご紹介した商品は買えますよね。買えます。どうすれば買えるんでしょうか。弊社通販サイトアルベロットユニで買うことができます。下にね、リンク先貼っておきますんで、こちらで飛んでご購入いただければと思います。